ちいちゃんの極楽極楽です。いつも園に送り迎えしてくれるおじいちゃんのことが大好きなゆうた。おじいちゃんの極楽極楽という幸せの合言葉はゆうたを幸せな気持ちにさせてくれます。家族で過ごす時間の多いこの時期にぜひ読んでほしい一冊です。感動して泣けちゃうよ。それではともみ先生どうぞ。私が皆さんにおすすめする本は不思議駄菓子屋銭天堂です。悩みを持った主人公がミイラムネのような面白い名前の駄菓子を買って、さあそのお話の続きは夢中になって一気に読めるのでぜひ読んで確かめてみてください。私はこの中のシワ取り梅干しが欲しくなりました。みんなはどんな駄菓子が欲しくなるかな。次は元弘先生です。お願いします。私のおすすめする本は日本地図と新聞で見る47都道府県です。この本には47都道府県の基本データに加え、世界遺産、郷土料理、お祭りなどの地域の特色を手書きの地図やイラストで紹介しています。ではここで皆さんに問題です。富士山の山頂は何県にあるか知っていますか？答えはこの本に載っています。ぜひ読んでみてください。それでは善先生お願いします。こんにちは。私のおすすめ本はスーザン・バーレー作への忘れられない贈り物です。森の長老物知りのアナグマは仲間たちからとても頼りにされ慕われていましたが、年をとって死んでしまいます。後に残されたウサギ、カエル、モグラ、キツネたちは伝え合っていくこと、生きていくことなど、読む人がその人の経験に基づいてさまざまな思いを巡らすことでしょう。静かな心温まるお話です。ぜひ読んでみてください。